はい、どうも和樹です。ですね、今回はレンズをご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するレンズはこちら、富士フィルムから新しく出た XF27mmF2.8RWR というパンケーキレンズでございます。で、こちらのレンズ旧型と新型がございまして、今回僕が購入したのは新型の方になります。まずですね、こちらのレンズのちょっと特徴っていうのをご説明していきたいんですけども、画角に関しては 35mm 換算で約 41mm 相当の画角になるんですね。なので結構ですね、中途半端な画角っちゃ中途半端な画角になるかもしれないんですけども、 35mm よりも狭くて 50mm よりも広い、割とですね、使う人が使うとちょうどいいなっていう風に感じるようなレンズになってて、僕自身は結構ちょうどいいなっていう風に感じてます。キャノンのね、EF の 40mm のパンケーキレンズを昔使っていて、それがすごく気に入って使ってたっていうのもあるので、このレンズ自体の画角っていうのはいいっていう風に感じました。最短撮影距離なんですけども、こちらはですね 34cm というところで、記事によっては思ったより寄れないっていう風に書かれてたりとかするんですけども、確かにですね、感覚的にはもうちょっと寄りたいなっていう風に感じたりとかもするんですけど、個人的にはテーブルフォトとか、いわゆるこの34センチっていう最短撮影距離って、割とこのテーブルそのまま座った状態でピントをすぐにね、パッと合わせて写真を撮ることができるような距離感になってるんで、そんなに深く考えなければ割と使いやすい最短撮影距離にもなってるのかなっていうふうには感じます。ただやっぱりこうかなり寄ってね、例えば物撮りをしたいとかで、寄ることによって被写界深度を浅くしてぼかしたいっていうニーズはちょっと見てさないかもしれないんですけども、その辺に関してはね、これだけねコンパクトに仕上がってるわけですから、しょうがないのかなっていうふうに僕は感じております。この辺の話に関しては、新型旧型、どちらにも言えることで、別にね新型である必要は僕はねないと思ってるんですよ。で、新型と旧型の例えば画質がじゃあ大きく変わるかっていうと、レンズの構成枚数であったりとか、レンズ構成、あとは MTF 曲線を見ている限りは大幅な違いっていうのは個人的にはないんじゃないかなっていうふうに感じているので、その画質的にめちゃくちゃ重視して新型にするっていう買い方は、そこに関しては若干疑問に感じるところではあります。なので僕が今から申し上げるその XF27mm のこの新型を購入した理由っていうのがあるので、この理由っていうのに当てはまった方なんかには非常にこの新型のレンズおすすめなんではないかなというふうに思います。で、まず一つなんですけども、こちら旧型はこのね絞りリングっていうのがありませんでした。で、新型になってこの絞りリングというのが搭載されました。個人的にはですね、富士フィルムのレンズを使っていると、やっぱりこの絞りリングあった方がすごい撮影に映りやすいですし、撮影もしやすいなっていうふうに感じるので、やっぱりねすごい気に入ってるんですよ。なんでこのパンケーキレンズ、すごい薄型なんですけども、これがついたっていうのは個人的には非常に大きいポイントになります。これね、ちょっと面白いのが、このオートモードっていうのがあるんですけども、ここに入れた状態にすると、今ねロックが勝手にかかったんですけども、このね赤いボタンのところを押しながら回すとロックが外れます。こんな感じで回ります。で、もう一回ねオートに入れると、こんな感じで勝手にロックがかかります。はい、オートモードにしておいて、例えば F が10とか16とか、こういった値に勝手になりませんよっていうロック機構だと思います。はい、これがね個人的にはいいなと思う一つのポイントで、もう一つはですね、 WR っていう頭文字がこのレンズついてるんですけども、防塵防滴仕様になっておりますと。で、防塵防滴仕様に関しては全ての人に対して、必要かって言われるとそうでもなかったりとかするんですね。なぜかっていうと、結局ボディ自体が防塵防滴でなければ、レンズが防塵防滴であっても雨の日にじゃあがっつり撮影できるかっていうと、そういうわけではないんですよね。レンズは大丈夫でも結局ボディがダメになってしまう可能性があるので、なので XE4 なんかはちょっとね防塵防滴になっていなかったりとかもするんで、その雨の日に撮影するっていう点では、そのボディによってはこの WR っていうのを活かせないっていうところがあるかもしれないんですけども、僕が持っているこの X Pro 3に関しては防塵防滴仕様になっているので、もうこのレンズつけてしっかりと雨の日でも撮影することができるっていうのは個人的にはねすごいね良かったんですよ。雨の中は僕自身もねやっぱり撮影したいっていう風に思いますし、あとはその不意に雨が降ってきたりとか雪が降ってきたりとか、そういった環境もやっぱり大いにしてあるので、そういう時に例えばね、レンズ変えなくちゃとかカメラしまわなくちゃっていう手間が省けるので、そういった点でもねやっぱり非常にいいなっていう風に感じたんですよ。なので僕がいいなっていう感じたのは、ここのね絞りリングと防塵防滴仕様になっているこの2つのポイントが決め手で、旧型ではなくて新型を購入いたしましたというお話でございます。こまごまというと、ちょっとねデザイン的にも変わっているところがあって、フードなんですけども、これね今スクリュータイプのフードが付属してたものなんですけど、ついてます。
これですね、金属でできていて、まあ、しっかりとした作りになってます。でこれ外すとね、かなりまた薄型になるんですけども、この状態だとやっぱりちょっとねレンズが怖いなっていうところで、このフードをつけて、要は雨よけにもなると思うんで、まあ、こんな感じでつけておけば、まあ、レンズのね傷っていうのも避けることができますし、まあ、雨をねこう避けるための傘にもなるなっていうふうに感じたので、すごいね収まりのいいフードで、個人的にはすごく気に入っているところでもあったりします。でレンズキャップなんかもね、ちょっとね昔のレンズっぽい感じのこのかぶせるタイプで、個人的にはねすごい気に入ってるんですよ。でフード自体は別にね必要ないっていう方なんかは、付属しているねこういったレンズキャップがあるので、これをつけていただければ、まあ、普通のレンズとして、まあ、使うこともできますよと。でフィルター径が 39mm なんで、保護フィルターであったりとか UV フィルターを使う方なんかは、まあ、この上からこうやってレンズキャップを使うという感じになりますね。この X-Pro3 との組み合わせ良くないですかね。すごくコンパクトで収まりがいいんですよ。で個人的にこのレンズの使い方としては、もう本当に常につけておくレンズ、まあボディキャップみたいな感じでつけておくレンズっていうのを一応使い方としては想定していて、要はこのセットでカバンに入れておけば、レンズの出っ張りがないんで、割と収納っていうのもしっかりと収めることができますし、このレンズをこう、例えばね、ガーンと当たっちゃったりとか、干渉して、ちょっと心配になってしまったりとか、まあ、そういったことっていうのもないので、そう収納という面でも、やっぱりね、すごいいいなっていう感じてたりとかもするんですよね。めちゃくちゃ軽いんですよこれ。でまあもちろん XE4 なんかにつけるともうさらにコンパクトになるようなレンズになっていて、すごいねいいですねやっぱり。でオートフォーカスなんかはちょっとねうるさいんですよ。ちょっとですね前玉がくり出るような感じのオートフォーカスの駆動になっているので、その動画撮影レンズとして使えるかって言われると、ちょっとこの音声の問題をクリアしないと、まあ、常用はできないのかなっていう風に感じます。でオートフォーカスの速度に関しては、富士フィルムのレンズって LM って言ってリニアモーターを使っているレンズがあるんですけども、まあ、XF のね僕が持ってる 90mm とかもそうなんですけど、めちゃくちゃ速いんですよ。であのレンズが多分富士フィルムのレンズの中でオートフォーカスが最速にできるような機構になっていると思うので、速度的にはじゃあ最速かって言われるとそうでもなかったりとかはするんですけど、まあスナップ撮影撮影する分には全然問題ないレベルの速度なのかなっていう気はしますね。OVF モード、今ねこんな感じで OVF モードグライドフレームが現れてるんですけども、いかがですか。結構ねバランスよく映っていて、個人的にはねすごい使いやすいなっていう風に感じるんですよ。で白枠の中っていうのが写真の情報として書き出されるもので、それ以外っていうのは余分な情報というところで、なんで X-Pro2 であったりとか X-Pro3、まあ、そういったユーザーの方なんかにも個人的にはですね非常にお勧めしたいレンズでございます。で描写性能に関してはその飛躍的にめちゃくちゃ向上してすごい綺麗かって言われると、まあ別にそんなこともないとは個人的には思うんですよ。ただ全然使えるレベルなんですよ。その普通に撮って普通に綺麗だなって思えるレベルの描写はしてくれるので、なんか物理的に安っぽいレンズだなっていう風には感じないです。そのサイドが低かったりとか、ディティールがなんか微妙だったりとか、コントラストがぼやけてたりとか、そういった心配は全くないです。めちゃくちゃ綺麗に映りますし、ボケ感なんかも結構美しいなっていう風に感じるので、描写に関しては心配ないと思います。で今回こちらのレンズ購入したのは中古になるんですけども、新品で買うってなると今予約すると多分1ヶ月2ヶ月待ちですぐに購入することができないっていう風な感じになってしまっているんですけども、中古であれば新動品みたいな非常に状態のいいものがたまに入荷してたりとかするんですよ。でまあそれはねマップカメラであったりとか、カメラの北村であったりとか、ああいう中古のカメラ機材とかを扱っているところで、やっぱりそういったものが定期的に入ってくるんで、まあ、ブラウザをね立ち上げておいて常にね暇な時に読み込む、まあ、これをするとこうパッとねたまに入ってくるんですよ。でそのタイミングで購入したのが今回の僕のこのレンズになるので、まあね新品で購入していなかったりとかはするんですけども、やっぱりねちょっとすぐ使いたいなっていう風に感じてしまったので中古で購入いたしました。で XE4 であったりとかね、こちらのレンズなんかもそうですけど、やっぱり今注文して新品で入ってくるのはいつかわからないっていうもの結構あったりとかすると思うんですけど、そういったものに関してはやっぱり中古で良ければそういった商品っていうのが存在するので、やっぱりその辺はねこう熱意を持ってブラウザをね更新を暇さえあればやってみると、もしかしたら買える時っていうのがあるかもしれないです。はい。で今回ねこちらのレンズで撮影した写真っていうのはお見せしてなかったんですけども、また別の動画でお見せしたいなと思います。はい。てな感じでですね、今回はこちらの XF の 27mmF2.8R WR をご紹介させていただきました。い
かがでしたでしょうか。すごいよくまとまっていていいなっていうふうに感じます。で1ヶ月2ヶ月待ちの納期っていうのも納得できるぐらいいいレンズだなっていうふうに個人的に感じました。もう本当に常用するレンズになると思います。はい。で XF の 18mm でしたっけ、新型のレンズも出ましたけど、あのレンズもすごいいいですよね。で画角的には、フルサイズ換算で約 28mm 相当と、個人的にすごい描写いいなって思ってましたし、あとは WR がついていて、リニアモーターを使ったオートフォーカスの駆動というところでもう申し分ない、富士フィルムの力が入ったようなレンズになっているんですけども、ライカ Q というカメラがあって、もうそれと思いっきりバッティングするようなレンズになっちゃってるんで、ちょっと比較してみたいなっていうふうには感じるんですけども、じゃあ買うかって言われると14、15万でしたっけ、ちょっとあの感覚は個人的には出せないなっていう風に感じております。という感じでちょっと脱線してしまったんですけども、今回はこんなところで動画を終わりたいと思います。それではバイバイ。